あ、聞こえます？はい、どうも。ちょっとね、今ちょっと録画して、今回なんですけどね、もみこみさん、はい、もみこみさんが、今回、ね、こういうことになりまして、ちょっとね、まあ、私みたいな部外者というか、いう感じで、うだこだね、横から変なこと言ってくんじゃねえという声もねちょっとあるかもしれないですけど、このもみこみ TV さんが、日本一周を中止されたっていう件で、まあ、ちょっとこれ動画にしようかどうか本当に、いろいろ考えたんですけど、悩んだんですけど、まあ日本一周行く前にね電話してくださって、もみこみ TV さんがで、いろいろね、ああやったらいいんじゃないか、こうやったらいいんじゃないかなんて、まあ本当おせっかいなんですけどね、お前関係ないだろみたいな話なんですけど、私ちょっと横やりを入れてしまって、で、あれがいいんじゃねみたいな、ワンチャンあんじゃねって、まだまだ世の中吸ったもんじゃないんじゃねっていう話をね、させてもらったんですよ。で、そんな中で、やっぱコロナですよね。コロナで緊急事態宣言があって、なんていうんですかね、緊急事態宣言が起きることと、まあ、家庭の都合とかで、まあ、一度ちょっと中止せざるを得ない状況だということで、まあ、これはね、しょうがない、しょうがないなと、そのタイミング的なものもあるだろうし、やっぱりその家族を養っていかなきゃいけないとか、いろんな面で、それはもう俺はしょうがないと思った。で、なんですけど、一つやっぱりその視聴者さんとのちょっと意思疎通の、こうすれ違いというか、ここを見てください。このバットボタンがすごく多くて、やっぱりその視聴者さんの気持ちもすごくわかるんですけど、まあ、バットボタンを押すなら俺のね、チャンネルのボタン、バットを押してくれりゃいいことだし、まあ、頑張ってる量でさ、客観的にやっぱ人間って分析できないから、感情論だけで反射だからさ、やっぱり大多数の人、先日うちに京都大学出身の方が、連絡していただきまして、日本人の 99% がバカだと、頭がものすごく悪いということで、どういうことですかと話を聞いたんですけど、もう感情だけで動いちゃうんですよね。だから、その、まあ、梅村さんって方なんですけども、非常にそのね、まあそういう、エリートサラリーマンですよね、年収3000万超えてる方で、なんで私が年収3000万超えてるかって、ね、99% の人無理なんですよ。なんでかっていうと、バカだからという話をね、その梅村さんから私いただいて、なるほどなと思って、梅ちゃんが言ってることも一理あるなと思ったんですよね、はっきり言いますけど。やっぱ梅ちゃんが、99% の人間頭が悪いと。で、俺はちょっとそこにね、それはちょっと失礼じゃないかという話はさせてもらったんだけど、結局 99% の人間頭が悪かったということをね、私は散々言われまして、少しその梅ちゃんの意見が今、ああ、なるほど。人間って上っ面で見たもので判断しちゃうんだなって。だから例えばさ、最近 YouTube 見てくださいよ。人の批判チャンネル、人を批判する、ね、まあちょっと名前は私失礼なんでね、あんまりあげれないですけど、例えば人の失敗とかをさ、うわーって、おめこらーみたいな感じで、これダメだろーって散々こう面白おかしくバカにして、で、ね、98% グッドボタン、2% バッドボタンみたいな。で、結局弱者を叩いてる人が支持されてるんですよ、結果としてね。で、自分らはそこらを客観的に分析したときに、ちょっと待てよと、人を冒涜してね、人の悪口言って、面白おかしく笑い者にして、しかも自分がお金を儲けるために、YouTube で。で、なんか、そういう人が支持される世の中で、客観的分析が日本人でできないのかなっていうところで、私、ちょっと軽くね、怒りを感じたんですよね。はい、で、例えばこのもみこみ TV さんの、143グッド、192、要するに、裏切られた。ね、バットを押した理由ももちろんわかるよ、それは。なんだ、日本一周するってでかいこと言っといて、結局できなかったじゃねえか、お前、期待してた分、何なんだ、お前は、みたいな。
うん、たださやっぱコロナっていうのがあるから、うん、だって県またいで移動するっていうことがさ、もうこのコロナがある状況だとやっぱり厳しかったりする、うん、でそうすると日本一周っていうのがまず控えなきゃいけないんじゃないかって風潮だよね今現在、うん、コロナウイルス蔓延だから県またいで移動は極力避けてくださいよとやっぱり国からの話あるわけだからね、うん、だからまず、日本一周で移動する県またぐってことできないよね、うん、物理的にできないよねはっきり言うけど、うん、だからそこを見てあじゃあ一旦一時的に中止するって話だから、おなるほどなと英断だなと、うん、じゃあコロナウイルスでねコロナが日本中にガー広がって、うん、いう時だから極力控えた方がいいんじゃないかと、うん、いうことでね、そういう意見があるそういう考えがあるからさ、だから俺は今回のことはグッドボタン押させてもらいました、はい、もみこみ TV さんね、はっきり言いますとね、 お前関係ねえじゃねえかと、うん、私も実際もみこみさんと会ったこともないし、うん、ただインターネットで見て、うん、でただ電話でこれは動画にもなってると思うんですけど、1時間で合計2時間か2時間か3時間ぐらいは、もみこみさんとこの日本一周についてね対談をさせてもらいました。なので面識は多少あるという形で、私もねそこで適当なこといろいろ言ってちょっとご迷惑ねおかけしたと思うんですけども、もみこみさんにはやっぱりバッドボタンを押してる人ね客観的な分析しようよ、まずは客観的分析、多分もみこみ TV さんのことがねその好きだったとか日本一周を期待してたっていう裏切られたっていうねその感情論じゃなくて客観的分析しようよって、はあ、だから努力量ではかなり努力僕はしたんじゃないかなと思う今回のね、うん、ただそれは生活ね、もんぐみ TV さんのコメント欄にあるようにその収益お前たちの金の稼ぎはどこなんだっていうコメント欄でねこの下にあるんだけど、そんな中でさその YouTube 一本でが収入源だよと、うん、でやっぱり家族もおられてそんな中で今の再生回数ではどう考えても生活できないよと、これやり続けたら今の現状でやったら借金まみれになっていくよと、うん、でおそらく僕はわかんないですけどゴミゴミさんとねそんなに深い仲じゃないんでおそらく僕は借金抱えながら、やってると思うんですよ、うん、貯金もそんなないみたいな感じだしおそらくどっからお金を借りてもうギリギリの中で、やってるんだけどどうしても収益が取れないと、でこれ以上旅を続けると、コロナもあるし金銭的にもやっていけないといろんな面で一旦ちょっと、その奥さんの怪我とかもねあって一回家に帰って、ルールを破ることになるんだけど、うん、ただそれはもう頑張ってる努力量を見たらとりあえずそこはグッドボタンだよね、客観的分析見たら、あ、たださ一つ僕はグッバッと押した人の気持ちもわかるんだけどさ、うん、だから僕からまたねもみこみさんと電話でいろんな、話し合いして僕は本当おせっかいな男ですから、うん、関係ない人関係ないじゃないかお前って会ったことねえじゃないかっつってお前絡んでくんじゃねえよみたいなお前の動画のねお前ネタがないからお前暇だからやってんじゃねえかみたいなそういうツッコミされたらね、うん、そうかもしれないはっきり言うと、あ、たださやっぱりやらない偽善よりやる偽善、うん、そのバットボタンをいっぱい押してる方はその客観的分析をして努力量はどうなんだともう十分頑張ったと思うよ俺は、悪いけど、あ、ということはですよ、このチャンネルもみこみ TV さんの、今回の日本一周を中止する一端ですよね、またこれは俺復活してくると思いますよ、うん、ただやっぱり YouTube で飯食っていくっていうのはさやっぱりさ動画出したらさ、10万再生ぐらいしてくれないとさ、うん、家族がいて従業員がいてそれ養っていけないからはっきり言うけど、うん、だからそこはまた今後ね復活して、将来的に、コツコツ努力してコツコツ上げていってコツコツ、月収10万から月収15万月収20、30、40、50、60、70ぐらいになればやっていけると思うしでさらなるチャレンジもできると思うしでそういう時になんか、どうかなって言ったらまた俺もね、相談乗りたいなと思うし、うん、インターネットの中でぐずぐず言うだけですけど僕は、はい、はっきり言いますけども、うん、ということで、今回のねもみこみ TV さんの僕はもう一回ちょっとやらない やる偽善よりやらない偽善っていうかやらない偽善よりやる偽善っていうか、そういう、なんていうのかな、感情論だけでバッドボタンを押すっていうのは愚の骨頂だよってことをまた俺日本の国民たちに教えたかったんだよね。客観的分析して判断できる人が 1% いないんだから、
ここでね、前回の動画に上がったような梅ちゃんの考えなんだよな。ああ、 99% の人間が失敗するよって。ああ、なんで失敗するのって。感情で動いてるからよ、人間は。ああ、だから感情で動かさずに客観的分析してしたら、もうもみこみさんグッドボタンだらけだよな。ああ、金がない中日本一周しながらずっと釣りしながら、うん、それは再生回数ね、まだまだ取れなかったかもしれないんだけど、その努力を客観的に見たらもうグッドしかないよな。ああ、だからそこで、日本中の国民たちが自分の感情論だけで動くんじゃなくて、いやどうなんだ実際どのぐらい頑張ったのかなって、やっぱり車の運転で日本一周してるだけでとんでもないことですよ。ああ、ということでね、今回はもみこみ TV さん、前回ね、2ヶ月ぐらい前、3ヶ月ぐらい前か、お電話でいろいろ話させてもらって、ちょっとおせっかいだと思ったんですけれども、ちょっとこう日本の闇ね、客観的分析して、やっぱりグッドかバッドはその人は本当に頑張ったかどうか、うん、そこで判断したらいいんじゃないかなって。もちろんたださ、このコメント欄でいろいろ言ってね、くださってる方の意見っていうのは、俺はすごくなんていうのかな、いろんな、確かにそうだな、確かにそうだなっていうね、僕は視聴者の意見っていうのは、すごく、なるほどと、なるほどというね、意見もいっぱいあるんで、僕もね、今回ちょっと勉強になりました。ということでね、もみこみ TV さん、ちょっと私、いい加減でちょっと適当な人間なんですけれども、頑張ってくださいね。それでは。